気持ち少し上に投げる感じ。今この時点では水切りのライバルってとこか。俺は届いたけど。誰だって聞いてんだこら。名は柱間。よく見てろ、次行けっから。この投げ方やっぱそうだ、手裏剣術。お前より水切りがうまいのははっきりしてるけどね。てめえで水切りしてやろうかこら。怒らせるつもりはなかった。あれは忍びか。じゃあな。名はマダラだ。やっぱりな、お前も忍びか。忍びが嘆くな。忍びは戦って死ぬために生まれてくるものだ。河原間はまだ7つだった。こんな争いがいつまで続くんですか。子供を犠牲にしてまで。河原間を侮辱することは許さん。何が愛の千住一族だ。何が一人前の忍びだ。大人が寄ってたかって子供を死に追いやってるだけじゃねえか。こっちだってうちゃい一族に同じことしてるしな。こんな忍び世界は絶対間違ってる。お前のような奴をガキと言うのだ。父上、今日は兄者も気分が沈んでるからもう許してあげてよ。よう、久しぶりだな。柱間だ。いいから言えって。いや何にもねえって。いや引っ張りすぎ、聞いてやるっつってんだから。本当何でもねえって。弟が死んだ。ここへ来るのは川を見てると心の中のモヤモヤが流されてく気がするからだ。俺は五人兄弟だった。かもわからねえ。お互い死なねえ方法があるとすりゃ、敵同士腹の中見せ合って隠し事をせず兄弟の杯を組み交わすしかねえ。けどそりゃ無理だ。今回やっとそれがある方向に決まったみてえだぜ。お前だけじゃねえ、俺も届いた。神がたといい、服といい、だっせえな。それからちょくちょく会うようになった。姓はお互い知らないまま忍びの技を競い合ったり、未来について語り合ったりした。本当に止まるんだ。だから俺の後ろに立つんじゃねえ。弱点見。今日は直角崖登りを競う。いちいち落ち込むな。それがてめえの弱点だ。直角崖登り。あ、てめえ。お先。落ち込むふりしてやがったな。俺の勝ち。そりゃそうだろ、先にスタートしたんだからよ。やけに目にプライド持ってんな。そりゃそうだろ、何せ俺はしゃ。どうした。いやそうでもねえな、やっぱなあ。
もう兄弟はいねえのか。いや、一人だけ弟が残ってる。その弟だけは何があろうと俺が守る。その集落は子供が殺し合わなくていいようにする。子供がちゃんと強く大きくなるための訓練する学校を作る。個人の能力や力に合わせて任務を選べる。悪くはねえな。だったら決まりぞ。ああ、その集落作ったら今度こそ弟を一望できるここからしっかり守ってやる。次にあの少年に会った後、奴を尾行しろ。内派一族の情報を持って帰れ。これは任務だ。もし気づかれた時は殺せ。何があろうと戦場で心を乱さぬよう訓練される。目の前で我が子が殺されればほんのわずかだが己の心に乱れが生じるであろうこと。つまり柱迷う。なんぞ俺たちの言ってたバカみてえな絵空ごとには少しの間だったが楽しかったぜ。柱間は俺より強い。このままやればこっちが負ける。兄さんより強い子供が。そうか、それほどとはな。聞くぞ。じゃあな。俺の兄弟は千住に殺された。そしてお前の兄弟は内派に。次からは戦場で会うことになるだろうぜ。千住柱間、俺は内派マダラだ。